やって私は人に支えられて、家族も友達もそうだけど、こう仕事で出会った人たちとか、ね、こうやって集まってくれる皆様とか、そういう方々に支えられてこう生きてるんだなっていうのをすごく感じた時期だったんですね。そんな時だったので、まあ、題材はその、まあ、あやちゃんっていうお友達のことなんだけど、なんか自分の中にもそのメッセージを残しておきたいし、みんなにも私の思い出の一部を音楽で聴いてもらえたら嬉しいなと思って書いた一曲なんです。それでは晩マスの河野さんの、ピアノと一緒にしっとりと歌いたいと思います。聴いてください。 Dear